で張ってるんで、まあ本当はこう大腰筋を狙いたいんですけど、まあちょっとこう厳しいんで、ちょっとこう腸骨とこういう骨盤の方にそこが伸びないので、ここが硬い、だいぶこう足が細くなってるから、わかりますよね、これご自分でも足に力が入らないんだと思うんですね。で、筋力が落ちてきてるから、どうしてもこう頼る筋肉がいつも、まあ4人ぐらいでこう荷物運んればいいんだけど、あの体のね、あの4つの筋肉で、それがね、やっぱ2人ぐらいもうサボってきちゃってるから、だから2つだけで、だこっちのこうお尻の筋肉だけでこういろいろ仕事するんで、どうしてもこうやっぱりちょっと運動しないかな、まあ多少だと思うんで、まあちょっとそんな感じなのかなと思うんですけど、ちょっと、はい、もしもし、しおり新京生活院です。はい、重いですよね。ちょっとこう足上げすねいきます、うん、腰が抜ける、うん、ここのさっきの、あ、ここのところは今のところはいいね、はあ、うん、ここがまだちょっと痛いけど、はあ、引っ張ると、ね、突っ張る感じ、引っ張るっていうか、それ明日ぐらいまでちょっとこう打たれた感じは残ってると思う。あ、ちょっと少し動いてやってください。うん、はい、ありがとうございます。